強い日差しが降り注いだ9月7日、筑波大学附属高等学校、以下、祝福、の文化祭、切り陰祭りが開催されていた。アニソプテラ、トンボアモク、1310などとあしらわれた T シャツ姿の悠仁さまは、焼きそばの出店に並ばれたり、数人の同級生と笑い合いながら、校舎の内外を和やかなご様子で回られていた。硬い表情。 と悠仁さまがお召しになっていたのは表面は光明などが記されたお揃いのデザインで、理面が一人一人違うクラス T シャツでした。1310は悠仁を意にしたものなのでしょうかクラスではピザ店を出していて悠仁さまもブースでご友人たちと語らい高校時代最後の文化祭のひとときを満喫されていたそうです。 この日は秋篠宮ご夫妻もお越しになり、リラックスしたご様子で展示物をご覧になっていたと聞いています。皇室担当記者。この前日に39年ぶりに青年を迎える男性皇族となられた悠仁さま。高校卒業後、青年皇族として公務や宮中祭し、国際親善の場で活躍されることになる。一方、 8月30日に発表された宮内庁の令和7年度概算要求に、インスタグラムによる情報発信を強化するなど広報充実のため、3400万円もの予算が計上されていたのだ。この方針にはのりこさまのご意向が強く現れていると、宮内庁関係者は語る。今年4月から広報室が行っているインスタを通じた情報発信は、 9月上旬時点でフォロワーが約180万に上り、宮内庁としても久々に手応えを感じている取り組みになっています。現状は、両陛下のご公務などを中心に発信していますが、増えた予算で人員を3人増やし、動画や写真の撮影委託費や広告代理店と提携し広報活動にアドバイスを受ける費用に充てる方針です。こうした体制強化は、 宮内庁のインスタで秋篠宮家のご活動を発信していく布石でもあります。特に悠仁さまには若い青年の男性皇族として、より数多くのご公務要請が集まるはずです。紀子さまは悠仁さまの大学ご入学をきっかけに、ご公務や研究活動などを発信することで、秋篠宮家の人気を取り戻されようとお考えになっているのです。しかし、 高校3年生のお誕生日を迎えたこの時期になってもなお、悠仁さまのご進学先についての情報は明かされないままだ。東京大学や筑波大学の名が上がる中、先月には推薦入試制度を利用した東大進学に反対するオンライン署名活動が行われるなど、穏やかではない空気が漂っている。